マリアちゃんは本当にベアトリーチェが好きだな。おじい様が肖像画を掲げて以来大喜びみたいだ。あれ、エンジェは？キリエおばさんと薬を飲みに戻ったよ。エンジェは本当に体が弱えな。バトラとは大違いだぜ。緊張すると体調を崩すタイプなんだよ。僕も昔は遠足の日や映画の日なんかに限って体調を崩したり。それに比べたらマリアはタフだぜ。新島からこっちに来るまでの間ずっとベアトリーチェの話三昧さ。ここしばらくずっとだけど、ちょっと行き過ぎだよな。いいんじゃないかな。子供の想像遊びだよ。ジェシカちゃんは子供がサンタクロースに会ったことがあるって言い出したら、嘘だって言っちゃうのかい？まあそこまでは言わねえけどさ。申し訳ないね、諸君。当主様は高尚な研究で大変お忙しい。昼は書斎で取られると仰せだ。それでは皆様、ランチを始めさせていただきます。遠方よりお集まりの皆様をおもてなしできるよう、この豪だ、腕によりをかけてご用意させていただきました。かわいそうに、豪だ。後でキリエさんに相談して、お粥のようなものを用意するように。ああ、気を利かせてくれてありがとう。本当にすまねえな。どうも緊張に弱い子みたいでな。幼いうちはそんなもんや。吐いたりしないだけ可愛いもんやで。ジョージはよく吐いたわね。昔は本当に病弱だったのよ。ねえ。昔の話は許してよ。食事時にする話じゃないよ。食べられない？かわいそうにな。元気になったらその分いっぱい遊んであげようぜ。うん、ダメ。マリアとは遊べない。なんだよ、どうして？だってマリアはベアトリーチェと遊ぶんだもん。だからエンジェとは遊べない。ベアトリーチェと遊ぶって、ジェシカの前になんか現れたら焼き散らされてしまう。でもね、いつかきっとジェシカの前にも、うん、誰の前にもそして黄金鏡の扉を開いてもらうの。でも招かれるかわからないね。
だけどマリアだけは連れて行ってもらえるの、黄金鏡に。でもジェシカはダメだよ、ジェシカはダメ。ベアトリーチェのことをバカにする、無知蒙昧愚昧曖昧愚かも極まれりの汚らしい毒素まみれの人間風情。ベアトリーチェのことをバカにされた時のマリアと来たら、まるで別人す。マリア二重人格説なんてのもあったな。二重人格、ああ、そいつは多分ぴったりな表現だ。あるいはそれがマリアにとっての理想の人格だったのかもしれない。自分のなりたいもう一人の自分を生み出すの話か。え、なんで私のモットーを知ってんだよ。難しく考えるな、頭痛になら。誰だって自分が本当になりたい自分があるんだ。でもなれない。生活やしがらみの中に今の自分がいるからこそ、今の自分を変えるなんてことできやしないんだ。そうだな、自分を変えるとは環境も変えるということだ。それは容易なことじゃねえ。だから私は今の自分はそのままに、本当になりたい自分をもう一人生み出すことを思いついたんだ。両家のお嬢様であることを強いられ窒息しそうな日々に、お前はなりたい自分を見出した。だからって家で破天荒はできないさ。母さんに怒鳴られるのがオチだぜ。だからそうした。家にいるおとなしく親の言うことを聞く私に加え、本当になりたい私をもう一人生み出したんだ。家ではおとなしく親の言うことを聞き、表ではやりたいようにやる。正しい生き様だ、胸を張れ。ありがとう。まあそのつまり、なりたい自分ってのはその気になりゃ案外作り出せるもんなんだよな。マリアも同じなんだろうと思った。あの興奮してまくし立てるマリアもそうだというのか。あれこそがそう思うことがあるよ。親族で一番の年少で可愛がられてはいるが、何を知っても覚えてもそんなのは親族の誰かが知ってる。マリアに威張れることは何もない。私たちはマリアが何かを覚えるたびに微笑む。ひょっとしたらそれが彼女を傷つけていたのかもしれない。マリアは何かの権威になりたかったということか。だからマリアが誰も知らないオカルトに関心を持ち、その知識を深めていったのは容易に想像できる。多分マリアにとっての理想の自分というのは、みんなに尊敬されるオカルトの権威の自分なんだ。普段の生活でオカルトの話ばかりしていたらローザにぶたれるからな。お前がそうであるように、普段はもう一人の自分を隠しているというわけだ。私はこんな時のマリアをそうだと思ってる。いや、本当の自分が普段の自分を塗りつぶしてしまったと言うべきかな。私もそういうのをちょっと覚えが。真相の霊場に憧れて病弱な自分になれたらいいなと思って咳する真似ばっかしてたら悪い癖になって。咳込めば周りが優しくしてくれるからか。いや
嫌な話の流れになった時とか、空気悪い時とかに流れを断ち切れるし。なるほど、それもまたお前のなりたいもう一人の自分なんだな。この話は内緒で頼むぜ。話が脱線したか。まあそんな感じで、ローザおばさんが戻ってくるまでマリアは癇癪を起こしちゃって、よせばいいのに、私も売り言葉に買い言葉で返しちゃって。ベアトリーチェなどいるわけないと。そんなとこいるもんなら会わせてみろよって。マリアが大泣きしだした頃にはさすがに失言が過ぎたかと後悔もしたぜ。それで？親族会議自体は私が一方的にマリアに対しギスギスして終わり、マリアはケロリとしてたよ。一人でどこかに行ってまたベアトリーチェと一緒に遊んでた云々と楽しそうに語ってたから、私を含め誰も頭ごなしに否定したりなんかしない。もうそういうものなんだと思って聞き流して無視してるってのが正解さ。親族会議の話はそれで終わりなのか？この話自体はね、私がしたいのはこれが終わって親族がみんな帰ってからの話さ。おやお嬢様、どうなさいましたか？お暗い顔をして。ああ、熊沢さんか。いや別に大したことは。親族のみんなは無事に帰ったかな？時間通りならもう新島の空港に着かれているでしょう。お嬢様もお疲れ様でございました。私は何もしてねえぜ。使用人のみんなも本当にお疲れ様。昨日のマリア様との喧嘩をまだ気にしておられるのですか？まあね。子供の言うことではありませんか。お嬢様ももう高校生なのですから、深く気にすることもないでしょうに。熊沢さんはマリアのあれ、子供の言うただのザレ事だと思ってる？ベアトリーチェ様のお話でございますか？熊沢さんもベアトリーチェ様と来たもんだ。ベアトリーチェなんて私たちが森へ行かないよう大人がでっち上げた階段だぜ。それをいつの間にかマリアが面白がって本当にいるかのように振る舞い出しやがった。そんなことを言っては罰が当たりますよ。ベアトリーチェ様はいるのですから。だからさ、そういうのダメなんだよ。生理ジョージ兄さんの話じゃねえけどさ、サンタなんかいるわけねえとまで騒ぎはしねえぜ。だからってサンタが本当にいるわけじゃねえ。それは間違いですよお嬢様。間違い？はい、万物八百万には神、同じようにこの島、このお屋敷にはベアトリーチェ様が宿っておられるのです。神様と同じく、ベアトリーチェ様も敬っていれば、お嬢様の言うようにいないも同然でしょう。しかし敬いを忘れれば必ずや罰が当たります。こ
それは何もベアトリーチェ様に限ったことではないのですよ。ふん、罰が当たるなんて上等じゃねえか。会えるもんなら会ってみてえぜ。お嬢様、そんな罰当たりではいけませんよ。お嬢様、本日はお疲れ様でございました。シャノンにゴーダさんさ、ベアトリーチェの話は知ってるよな。え、まあ存じているといえば存じておりますが、それが何か。ぶっちゃけ聞くぜ、いるのそんなお化け。いるかいないかと言われればそれはいないでしょうが、多分。私はきっといらっしゃると思います。どうしているって、会ったことあるの。直接会ったことがあるわけじゃありませんけど、その合田さんだって会ったことあるわけじゃないだろ。もちろんですとも。しかし、まあ、ちょっと待った、今の話をもう一度。え、と言いますと。貴賓室の話ですか。そうそう、今の貴賓室の話面白いぜ。貴賓室には午前2時に入ってはいけないですか。午前2時にはベアトリーチェ様が貴賓室にお戻りになるので近づいてはいけないですか。そうそう、それそれ、面白いぜ。どの話もベアトリーチェらしきものを見たの聞いたのって体験談ばっかだけど、午前2時に貴賓室に行けばベアトリーチェ様にお会いできるってわけだ。それは、お嬢様。ましてや、貴賓室はベアトリーチェ様のお部屋。いくらお嬢様でも、それは、お養子になられた方が。貴賓室って、今は鍵がかかってるんだっけ？鍵は？鍵は、キーボックスにあったでしょうか。多分源氏様がご自分の席にしまわれていると思います。マスターキーでも開くんでしょ、貸してよ。そういうわけには。そのお嬢様、好んで不吉な場所に近づくことはありません。おいおい、人の家を勝手に不吉にするんじゃねえぜ。とにかく私は決めた。マスターキーが貸せないなら貴賓室の鍵はあるでしょ、貸して。お嬢様。ベアトリーチェが本当に貴賓室に現れるかどうか肝試しをしたというわけか。そんなとこだぜ。しかし
私は何を意地になってたんだろうな。年端もいかないマリアとの喧嘩を引きずってたに違いない。行くか。悪いが、私も意地だぜ。バカにすんじゃねえぜ。ここまで来て今更引き下がれるかってんだ。
あった。今何分だ？なんだよこれ。気持ち悪いぜ。当たらないでくださいって柏ででも打つのかよ。へいへい、取るぜ、取ってやるぜ。ああ驚いたとでも言いやいいんだろ。
もしもし。うん、ベアトリーチェ、こんにちは。え、マリア？もしもし。この間は楽しいお歌を聴かせてくれてありがとう。だからお返しにマリアもベアトリーチェに歌をね。習った新しいお歌を歌うね。うん。マリア、もしもし？ちょっと待てよ。歌うのやめろよ。何なんだよ。わけがわかんねえぜ。もしもし？なんだよ、なんでねえんだよ。嘘だ。人形は結局見つかったのか。物陰からベッドの下まで探したさ。それこそ中に入り込んでまで。でも見つからなかった。一体あの部屋で何があったと考えてる。ベアトリーチェ様のたたりなんて思いはしねえぜ。あるいは使用人の誰かのいたずらだったかもしれねえ。いたずら？マリアの声はあらかじめカセットテープにでも取ってあって、それを午前2時ちょうどに電話して再生ボタンを押した。そしてほどほどのところで配電盤か何かで停電させた。それからあらかじめ貴賓室のどこかに隠れてた誰かが気持ち悪く笑いながら人形を持って出て。そう考えりゃ辻褄は合うぜ。釈然とはしてないようだな。そりゃそうだろう。だってこれが私を脅かすためのいたずらだとしたら大掛かりが過ぎるぜ。
女のたたりなんてあるわけもねえぜ。でもよ、人間のいたずらだと考えて、私を驚かせるためだけに何時間も暗闇で待ち構えてたって考える方が私はよっぽど薄気味悪いぜ。同感だな。いっそたたりの方がマシだ。そのことを後日使用人たちには聞いたのか？聞いたってとぼけるに決まってるぜ。それに最低3人だぜ。あの日は源氏さんと郷田さんと熊沢さんとシャノンの4人が泊まってた。そのうちの3人があんな薄気味悪いいたずらに加担したってのか？わけわかんねえ。だから私は聞けなかった。今でも使用人たちがお前をはめたと信じてるか？いや、多分ビビっちまった私の勘違いなんだよ。きっと人形はどこかに転げ落ちて、私がたまたまそれを見つけられなかっただけなんだ。全て気のせいだったと言いたいのか？人形が消えた以外何の変化も証拠もない。マリアにも後日聞いたけど、歌のことも電話のことも知らないと言われた。とぼけたのか本当に知らないのかはわからない。とにかくあの晩のあの出来事は、私が確かにあったと言い張ってるだけで何も証明することができない。皮肉だな。しばらくはショックだったけど、時間が、あれは臆病な私が落雷か何かで一瞬だけ停電したのにびっくりして、庭木の枝がちぎれてバサバサ落ちる音を誤解したんじゃないかなって思えるようになった。笑い声は？変な鳥の鳴き声とか、とにかくそう聞こえてしまう何かの聞き間違いだったかもしれねえ。私は強がってるだけで、本当は信じられないくらい臆病だったんだ。だからあんなことがあったように誤解してしまったんだ。そう考えるようにして、あの晩のことを忘れようと自分に強く言い聞かせた。全ては闇の中か。人間、忘れようと思えば結構できるもんだよな。以来ベアトリーチェという言葉を聞くたびに嫌な気持ちがこみ上げる。でもそれを顔に出さないように努めてる。うん。おしまい。私に話せるのはこの程度の話だけだぜ。情けない話だから誰にも内緒に。私がビビリだったって誰にも知られたくねえからな。わかった。最後に一つだけ質問したい。貴賓室のことで？違う、食堂でのことだ。食堂？お前の会談の直前の親族会議の日、食堂には親族全員が揃った。ああ、当時はまだバトラは戻ってなかったけど、それ以外は全員いたよ。もちろん爺様は除くぜ。エンジェは腹痛で空席だったな。それはお前の隣の席だな。そうだぜ。それはお前の右の席だったか？そうだぜ、右の席だよ。それが何か？おかしいな。どうして右？十分だ。無理に考えるな。頭痛になる。
どうしたんだい、ジェシカ。何を悩んでるんだい？いや、そう、右、左。おかしなジェシカ。どう、オービル。ジョージ兄さんやジェシカに何か聞けました？まずまずだ。ベアトリーチェの会談はなかなか面白かった。会談？どんな話ですか？午前2時の貴賓室にベアトリーチェの亡霊が現れるという話だ。なかなかおっかない話だったぞ。初耳です。誰が言い出した話か知りませんけど、仮にも当主様の恩人を階段にしてしまうなんて失礼な話ですね。模範回答だな。うん。ん？何か？リオンは碑文がわかるか？碑文？何の話です？ベアトリーチェの肖像画のところにある例の。すみません、何のことかさっぱり。懐かしき故郷を貫く鮎の川。何ですか？それはお前の、いや、この世界には肖像画はあるのに碑文はねえのか？玄関ホールに掲げられてるベアトリーチェの大きな肖像画は私だってもちろん知っています。しかし碑文の話は分かりません。何の話です？面白い違いだ。リオンはずっと六軒島で暮らしてきたな？無論です。それが何か？子供の頃、森には近づくなと脅されてたはずだ。ええ、迷子になって危ないから決して近づくなと昔から。森には魔女が出ると？魔女？何の話です？黄金の魔女にして六軒島の夜の支配者ベアトリーチェ。ベアトリーチェはおじい様の恩人です。それを魔女だか妖怪だかのように扱うのは少々失礼かと思いますが。魔女のベアトリーチェは知らないと。黄金と共に潜水艦でやってきたベアトリーチェと隠し屋敷で育ったその娘の話は知っていますよ。あなたと一緒にさっき知ったではありませんか。それがいつ魔女になったんです？なるほど、そうきたか。では森に入ると何が出ると脅された？森には狼が住んでるから近寄るなと。魔女でなく狼か。なるほどな、面白い。私は面白くありません。何の話です？魔女って何のことですか？こっちの話だ。最後にもう一つ聞きて。どうぞ。親族会議の食堂でお前の右には誰が座ってる？私の向かいは妹のジェシカ、その次の序列はエヴァおばさんの息子になります。だからジョージ兄さんですけれど、それが何か？なるほどな、紛らわしく入り混じってやがる。だが面白い。私には全然さっぱりですが。分かったんですか、ベアトリーチェを誰が殺したのか。ああ、大体な。まさか当主様が殺したなどとおっしゃるつもりはないでしょうね。ベルンカステルが求めてるのは金蔵と関わった二人のベアトリーチェじゃない。1986年のベアトリーチェを誰が殺したかだ。その
今年のベアトリーチェという意味がわかりません。魔女のベアトリーチェとは何の話なんです？さっきの話といい、碑文とやらの話といい、そろそろ教えてくれませんか？いいだろう。もったいぶる気もね。まずはじめに、魔女のベアトリーチェとは何のことです？厳密には人ではない。黄金の魔女ベアトリーチェという名の概念だ。階段そのものだと。さらに厳密には、階段さえも概念を生み出す一要素。話がさっぱりです。階段は本来三人称や二人称で語るべきものだ。それを一人称で語り出したやつがいる。自分がベアトリーチェだと誰かが自称し始めた。六軒島の悪霊伝説や、子供を森に近づけないための金像が繰り返すベアトリーチェ、ベアトリーチェの嘆きで就職されて、その架空の魔女に憧れて会いたいと懇願したのが、後ろそれに応えた奴がいる。さっぱりな話ですが、答えたとはどういう意味です？後ろ宮マリアは気の毒な老いたちによりオカルトに執着するようになった。その彼女に同情した奴がベアトリーチェに扮してマリアと遊んでやったということ。マリアにとっての魔女やオカルトはある種の現実逃避と見ている。彼女は満たされない現状が魔女の力で打ち破られると信じていた。だが魔女の存在を信じたから、それを信じれば自分が幸せになれると信じられる。確かにマリアちゃんはローザおばさん一人が育ててますし、確かに少し気の毒なことは思いますが、心をないがしろにするんじゃねえ。だからマリアは信じるために、信じベアトリーチが見せた手品まがいも心の底から信じたんだ。それは彼女の心を、そしてここに魔女ベアトリーチが誕生したんだ。魔女に会いたいと願うマリアちゃんのために、誰かが魔女ごっこに付き合ったと。そうだ。ではつまり、ベルンカステルの塔、ベアトリーチェを殺したのは誰かというのは、そのベアトリーチェを演じた心優しい誰かを殺したのは誰かという話なのですか？似てて少し異なる。演じたんじゃない、異なる二人なんだ。マリアにとって黒い魔女と母は別人物である。マリアにとってベアトリーチェとそれを演じた人間は別人物になる。つまり演じた役を殺しても、それは演じた心優しい誰かを殺したことにはならないと。よりしろが失われただけでは、ベ
ベアトリーチェが殺されたことにはならないって。電話で例えると分かりやすい。俺とお前が電話で話すその時、俺にとって電話は話しかける対象である。お前そのしかしもし電話を壊したの。なるほど、電話を壊せば私と話すことはできなくなりますが、しかしそれはマリアは初期のベアトリーチェに自分に憑依してもいいと言って、それは明白。初期のベアトリーチェが肖像画の姿を模していなかったことを示す。演じた魔女役と演じた人物は別人という考え方で、演じた魔女役のみを殺す、そんなことができるんですか。演じた本人にしか殺せない。すなわちベアトリーチェを殺したやつとベアトリーチェを演じたやつと同義だ。マリアちゃんと魔女ごっこをした相手がベルーンカステルの求める犯人だということなんですか。そうなる。しかしややこしいことに、この礼拝堂は今猫箱の内側の世界だ。その犯人という名の猫は、生きた猫と死んだ猫の2匹がここに同時に存在している。本当にややこしい。さっぱりですが、先を促しましょう。つまり犯人が2人いるとおっしゃりたいので。そうだ、ベアトリーチェを産み殺すことができる人間と、そもそもベアトリーチェなど産ませもしない概念ごと殺すことができる人間、その二人がここにいるってことだ。ではお尋ねしましょう。ベアトリーチェ殺人事件、その二人の犯人は誰です。まず最初の人、死んだ猫。誰です。お前だ。はあ？ん？ん？非常に単純な推理だ。お前の存在する世界にだけ魔女ベアトリーチェが存在しない。意味が分かりません。マリアもジェシカも魔女ベアトリーチェとの話を聞かせてくれた。しかし彼女らの親族会議における食堂の席順にはお前が含まれていない。私が含まれていない。そして隣の席にはローザがいた。ありえない。お前がいるならローザの次の序列はリオンになり、そしてジェシカになり、次がマリアになるはず。ジェシカの話も同じ。お前が序列に加わっているなら、金像の席を正面に、左列にリオン、右列にジェシカ、そして左列にジョージ、右列にエンジェとなる。ジェシカとエンジェはリオンがいてもいなくても隣り合う。しかしリオンがいるかいないかで、その席が右になるか左になるかが異なる。1986年の魔女ベアトリーチェを語る人間は、みんなお前のいない世界を語っている。そしてお前の世界では魔女の階段が存在しない。お前にとってベアトリーチェは金像の愛人、もしくは恩人であって、当主様はベアトリーチェと深い愛情を育まれたのでしょう。どうして化けて出て階段になるのかさっぱりわかりません。そういうこと。お前が存在すると魔女ベアトリーチェが存在しない。お前の存在はベアトリーチェを殺してる。私がベアトリーチェ殺しの犯人だ。これはおかしな話になったものです。会ったことはおろか話もよくわからないのに犯人だなんて。裏を返せば、お前が存在しなければ
ベアトリーチェが生まれるということだ。裏を返せば、私とベアトリーチェがコインの裏表とでもおっしゃるので。いい例えだ。その通り。お前というコインの裏側がベアトリーチェなんだ。何のことやらさっぱりです。俺もお前の存在がさっぱりだったんだが、いろいろと話を聞いていくうちに、それはお前が19歳だという点だ。あなたに年齢を明かした覚えはなかったのですが、どうして？ジェシカはお前のことを、入学した時にはもう副会長で、これはお前の年齢がジェシカより一つ上であることを示す。なるほど。それで私が19歳だと何の仮説が立つというんです？お前が後宮夏日の子ではないという仮説だ。しっけえな。何の気まぐれかは存じませんが、私だけでなく母も侮辱する発言には撤回を求めねばなりません。なぜ次期当主はクラウスではなくお前なのか？私が成人するから受け継がれるのです。私にも子が生まれたら、成人した時にそれを譲るべきでしょう。ならなぜ金蔵はクラウスが成人した際に当主を譲らなかった？当主様の話を聞かれたでしょう。当主様は後宮家の老獪な親族たちに振り回され、だからこれからの当主は若者が受け継ぐべきだと思い。お前のいない世界では次期当主を証明する銀の指輪さえ存在しない。お前が指にしているその銀の指輪は、金蔵がお前に当主を継承したいという他の世界にはない強い意志の証明だ。確かにその点は否定できません。当主様は私を特に可愛がられておいでで、私が幼い頃から成人したらすぐに当主を継承させる、その日に備え学業を怠るなと厳しく言われてきました。しかしお父様にその資質がないとは思いません。なぜお父様を早々に飛び越して私が次期当主なのか不思議に思ったことはありますが、ずっとそうだったのでその疑問を口に出したことはありませんでした。なぜ金蔵はクラウスよりお前に強く当主を引き継がせたかったか、わかるか？わかるわけもありません。また心をないがしろにするんじゃないとおっしゃるので、当主様のお心から何が推理できるとおっしゃるんですか？お前がベアトリーチェと金蔵の子供だからだ。お見事。ベルンカステルか。案外早かったわ。いつリオンがベアトリーチェの血を引くと？19歳という年齢に気づいた時だ。第5のゲームの時に登場したヒント、19年前の赤ん坊と数字が合致する。その赤ん坊は崖から落ちたのでは？夏日に受け入れられ、崖から落ちなかった19年前の赤ん坊が裏を返せば、夏日に拒絶されればリオンは存在しない。私が母さんの子じゃない？バカな。そう言いつつも心当たりはあるみたいね。そうよ、後宮リオンは夏日の子じゃないわ。どこかじゃねえ。明白にベアトリーチの血を引いている。
その証拠が数多の世界でリオンにしか与えられない銀の指輪だ。この指輪があるとどうして私がベアトリーチェの血を引くと。数多の世界でお前にしか与えられない、それは全ての世界の中で金蔵にとってお前はベアトリーチェの次に最も素をして、それは実の息子のクラウスや孫のジェシカをはるかに超えている。そしてさらにお前の年齢である19、すなわち19年前に何があったかを遡り導き出される一つの推理がある。19年前、私が生まれた時に何があったというんですか。あなたも聞いたはずよ。それも今日ウィルと一緒にね。まさかローザおばさんの話だというのですか。そうだ、第3のゲームでローザの話が出て、第5のゲームでの赤ん坊の年齢が時間軸で一致した時、一つの推理が生まれた。あの金蔵がどこからともなく赤ん坊を連れてきて、自分のケツ、その赤ん坊が特別な存在であることの証拠だ。私はクワドリアンのベアト子供。クワドリアンのベアトリーチェは潜水艦で来たベアトリーチェの娘だ。しかし金蔵は彼女をベアトリーチェの娘と思わなかった。生き写し、生まれ変わりと信じた。その生まれ変わりがかつての年齢にまで成長し、まさに生き写しとなった時、金蔵は悲劇を犯したんだ。聞きたくありません。そういうこと。金蔵はベアトリーチェの娘をベアトリーチェとし、さらにそのベアトリーチェにあんたを産ませたの。あんたは金蔵の子であると同時にベアトリーチェの孫ということね。これが金蔵の心から考える、金蔵がお前を誰よりも特別に扱う理由の。金蔵は過ちを悔い、お前を今度こそ子孫として後宮家に正しい形で迎え入れようとしたんだ。夏日はほとんどの場合プライドをひどく傷つけられ、リオンの育児を拒否するわ。その結果あんたは必然として崖から落ちた。結婚後ようやく授かった子供が私で、年子で生まれたのがジェシカだと聞かされてきました。もしお前が今日まで自分が夏日の子であることに疑問を感じたことがないの、お前はこの世界の母に感謝すべきだ。感謝の必要はないわ。だってあんたというかけらを見つけるのに気が遠くなるほどの苦労をしたもの。夏日は数学的確率で見て257万8917分の257万8916の確率であんたの育児を拒否するわ。あんたが感謝すべきは奇跡を紡いだ私であって夏日ではないわね、多分。くだらねえ確率遊びはやめろ。あら、ごめんなさい。お前が誰の血を引こうと、育ててくれた家族への恩が変わるわけじゃない。それは分かってます。ですが少し心を落ち着ける時間が欲しい。私の心をないがしろにしないでくれるなら。そうだな。面白いもんだ。
黄金の魔女ベアトリーチが何百万分の1かの確率でこんな平凡な人生を送れる可能性があったのだな。でしょ、こういう時私はとても笑えると思うのよ。死んだ猫リオン。だがリオンの存在自体はお前が関心を持っている六軒島連続殺人事件とは何の関係もない。つまり猫箱を開ければ消える猫がリオンだ。そういうことよ。リオンなど所詮は消える猫。でも余興にしては面白かったです。面白いのはお前だけだ。ここに閉じ込められてなけりゃ俺もこんな推理はわざわざしない。どうして私がおかしな探偵ごっこの相棒に選ばれたのか。どうやらベルンカステルという魔女は人の運命をもてあそんだりあるいは嘲笑ったりするのがお好きな方らしい。あらすごい、会ってその日に私を理解する人なんて珍しいわ。私はどうやら異なる世界では魔女と呼ばれる存在になるらしい。そしてどうやら何かの事件を引き起こすらしい。それは私の罪なのです。罪のわけね。お前はお前だ。ありがとう。しかし異なる運命のせいか心穏やかになる人間はいないと思います。教えてください。私は異なる世界で何を。ベルンカステル、かけらをその子に見せたら。こいつに触れる。異なる世界でのお前の運命が見える。触れない方が幸せだとでも言いたそうな顔ですね。当然だ。予感しているだろうがろくな話じゃない。それでもそれは異なる世界とも言え、私のことなのです。お前には知る権利も知らぬ権利もどちらもある。お前があくまで自分と連なりつつも異なる誰か、他人のことと割り切れるなら触れてみるといい。知りたいわよね、自分が。あるいはひょっとしたら辿ったかもしれない運命なの。相棒として聞きます。あなたはそれを私に見せたいですか。相棒としてなら見ろという。しかし友人としてなら見るなという。残念、私は友人ではありませんので。俺も相棒として一つ聞きたい。何です。お前男か。唐突なことを聞きますね。男と思えば線の細い男にも見える。しかし女と思えば気丈に振る舞う女にも見える。ベルンカステルも分かっててごまかしてる。ジェシカにはお前を兄とも姉とも呼ばせず次期当主様と
昼食。本当に勘のいい男。よく性別を聞かれます。だから悔しくてこう言い返してます。どっちに見えますかって。第5のゲームではお前は男ということになっている。しかし数多のゲームでは女だと考えられている。後ろ宮バトラがマスターを務めた第6のゲーム、性別を違えつつも確定しない2人組の悪魔が登場し、いや厳密には一番最初のゲームはお前の性別はゲームの外側の隠れた謎の一つだ。素直に答えるのも悔しいのでお答えはしないことにします。Thank you.
があなたの相棒でしょ。気に入らない性別だったら何か不都合なことでもあるのですか。うん、その通りだ。俺には相棒の性別などどうでもいい。ありがとう。容姿にコンプレックスがあったのであなたの言葉が嬉しいです。俺は男女平等主義だ。使えねえ奴を平等に殴る。私もマナーのない方は男女平等につねりますので。全てを知る資格があったというわけだ。あなたの相棒にぴったりの駒だったでしょう。推理を続ける。死んだ猫の話はした。そうね、次は生きた猫の話だわ。1986年のベアトリーチェを殺せるのはそれを生み…ヒントは山ほどあったわ。思えばベアトリーチェのゲームだった頃からね。そうだな。ベアトリーチェとバトラの第4のゲームでその因縁ははっきりとした。そしてその時点でベアトリーチェが誰であるか、そしてその心…心とは動機だ。ベアトリーチェが1986年10月5日に動機だ。さすがだわ。第4のゲームの時点でフーダニットとホワイダニットが推理できてたなんて。じゃあハウダニットは？犯人が誰であるか分かればそれを推理することは不可能じゃない。第3のゲームの連鎖密室はなかなか器用にやったもんだと拍手さえしたくなる。第4のゲームラストの私は誰は10月5日24時に必ず場所を問わずに殺せる犯人。その時点である種の仮定は可能だ。それこそ黄金鏡のもう一つのお宝ってわけだ。へえ。第4のゲームまでに、すなわちあなたはベアとのゲームだけで全ての答えに至れたと。可能だ。その後のラムダ・デルタのゲームとバトラのゲームはそれをさらに補足するヒントの塊だ。このお前のゲームさえもな。それではそろそろはぐらかすのは終わりにして教えてちょうだい。犯人は誰？呼んだの？ああ、フーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット。こいつの動機を理解した。あんた、動機が分かられただけでもう降参しちゃうの？具体的な証拠はないんでしょ？赤とか青とかでガンガンと派手に応酬すればいいのに。こいつはもうそんなことは望んでない。俺はお前の動機を心を理解したつもりでいる。それをこれから話す。お前を呼んだのはそれを聞き、間違いがあったらお前の言葉で正してほしいからだ。お前の4つのゲームでお前のメッセージを受け取り、そしてマスターの違う3つのゲームで俺はお前を
どんな不思議な運命がもてあそんだか想像し、言葉を失った。お前はそれを誰にも明かさずに全てのゲームで死ぬ。ベアトリーチェの葬儀だ。お前が告解し、神なるマスターが聞き、俺が許す。その役目はバトラがふさわしいが、奴は間に合わなかった。だから、俺で諦めろ。あれだけベアとはヒントを出したのにね。ラムダもバカバトラのために、あれだけのヒントを与えたわ。それに対する、バトラ自身の懺悔のようなゲームも笑えた。でも私は何も笑わせないわ。ただ淡々と。あんたの葬儀を執り行うだけよ。お前は喋るな。話しているのは俺だ。いいなら始めよう。誰もせかさない。お前の葬儀が終わるまで、ベルンカステルは永遠に時間を閉ざしている。心の整理に必要な時間は無限にある。こいつが犯人だ。我こそは我にして我らなり。我が語るは我らの物語。されどここは聞くものなきガラスとコルクに封ぜられし小さな世界。それは誰の目にも触れることなく、我が物語のすべてを封じて、我が心の海をたゆたい海の藻屑と消えていく。はあ、ここはどこなの？そして私は誰なの？ならば聞こう。どこがいい？誰がいい？私を優しく包んでくれる場所ならばどこだっていいわ。優しくしてくれるなら自分が誰だっていいわ。そうさ、僕たちには、私たちにはどこで誰かなんて些細なことなのだから。そう、我らにとってそれは少なくとも、その日を迎えるまで、なぜに我らは新しき運命に投ぜられねばならぬのか。それは突然にして唐突なる運命の戦。それは僕が望んだ運命じゃない。でも踊らせたわ、自分の胸を。新しい運命は僕をどこへ。いどこへだって構わないわ。そこが僕たちに、私たちにとって優しい場所でさえあるならば。親を持たぬ悲しき子供たちが集うし、仮の住処にもたらされる。
神の救いの知らせ、新しき運命にてもてあそぶ悪魔のゲームへのいざないなのだ。我らにはそれを知るよしめます。されど我らは信じたい。それが神の救いが差し伸べられたという福音の知らせであると信じたい。でも私には信仰も何もない。ならこれは福音じゃない、悪魔の誘いさ。されど我ら運命に逆らえるよし、ああ、我は我にして我らなり。願わくば新しき運命が我らを祝福せんこと。時は西暦1976年4月春を語るのがあまりに寒き頃で、新しき異境は何ら変わることない。朽ちた空気と隙間風が我らを苛むのである。第一章、新しき生活。以上が当家のルールです。厳しいですが、当家でしつけられたことが皆さんの将来にきっと役立つものと信じています。はい、奥様。これで今日はおしまいです。明日からは早いですよ。消灯時間を守るように。解散。はい、奥様、ありがとうございます。じゃあ今日はこれでおしまいよ。明日からはシフト通り。奥様は時間に厳しい方よ。あんたらが寝坊したら私の責任にされるわ。寝坊したら蹴り起こしてやる。いいわね。ところでこの子何者？どうして使用人に選ばれたわけ？授業最優先でと奥様からも源氏様からも言われて、でもお給金は出るんですってよ。こいつそんなに勉強できるの？天才児？全然しんないです。なんか病弱とかって隔離されてたらしくて、家でも全然知りませんでしたし。ここに来た以上、連帯責任なんだからね。あんたがドジれば、福音の家の全員のドジだと思われるのに、せいぜい気合い入れなさいよね。大丈夫よ。私も一緒だから、二人で頑張ろう。ね。シャノンは怖くないのかい？この家はなんだか厳しそう。ううん、全
くなんかないよ。あなたが怖いと思うから怖くなってしまうだけ。じゃあ楽しいと思ったら楽しくなるのかな。うん、楽しくなるよ。だからここでも笑顔で頑張ろう。シャノンは福音の家からの唯一の友人だった。彼女はしっかり者で人気者。我とは大違い。我は呆れるくらいにのろまで容量が悪くて誰も友人になどなってはくれなかった。そんな我が福音の家で頑張ってこれたのは、彼女ならここでも彼女と一緒に頑張れるだろう。さあ早く寝支度をして休もう。私は明日からすぐにお仕事だけれど、あなたは別のお仕事があるわ。そう、私はみんなと違って学校に通わなければならない。六軒島で泊まるときは学校の支度をして船着き場でお嬢様をお迎えしなくちゃいけない。お嬢様、元気そうな人だったね。仲良くなれるといいね。仲良くなれるかな。私、学校は怖いよ。緊張するよ。福音の家での生活に慣れていた我にとっては規則、しかし慣れるまでは全てが新しく、そして不安なのだ。寮でのお部屋も一緒だね。ええ、福音の家から毎年何人かの使用人が入れ替わりでやってきていました。あれに関しては親父殿が先方と決めて勝手にやっていたことだからね。私たちには何も口出しできなかった。身寄りのない子供たちを当家が厳しくしつけ、そして社会へ羽ばたいていくのを応援するのが、止める後宮家の社会への義務と思っていましたから。どんな子たちが後宮家へ来ていたのかしら。きっと貧困法制、真面目で良い子で可愛い子たちさ。ギラギラとしたハイエナみたいな子が多かった印象です。上昇志向が強かったと言いたまえ。身寄りのない気の毒な子たちだ。貴重な機会を踏み台に自分の人生を必ず掴み取ってやろうという気概にあふれていた。みんな学校生活と使用人生活を両立してたの。それは大変だね。ほとんど働きやしない。学校に通いながら働く子などあの子以前には全然ありませんでした。正直最初の挨拶の時に驚いたよ。明らかに幼かった。他の子たちは16歳から18歳くらいなのだが、その子だけはさらに10歳は幼く見えた。福音の家から来る若すぎる使用人はあくまでも社会勉強として当家に訪れているのであって、そもそも使用人としての腕前はあまり期待していません。そうだな。それが未就学の子を受け入れるなんて、家事はおろか社会勉強どころか義務教育もまだではありませんか。
お父様にどんなお考えがあったのか存じませんが、明らかにおかしいと思いました。親父殿には申し上げたさ。せめて中学を出るまでは福音の家で学ばせるべきではないかとね。そうしたら金蔵はなんて？決まってるさ、こう答える。おお、ベアトリーチェー当時はもうすっかりオカルトかぶれの書斎モモリさ。余計なことを言えば我が思考の旅の邪魔をするなと怒鳴られる。お父様のお決めになることは絶、しかしあの子についてだけは腑に落ちませんでした。福音の家にも問い合わせたさ。そしたら源氏さんに聞いてくれと言う。源氏さんに聞いたら親方様に聞いてくれと言う。親方様に聞いたらベアトリーチェと言う。真実は誰にもわからないのね。島に子供はジェシカしかいない。使用人たちはよく娘と遊んでくれたようだが、やはり娘は年の近い友人を望んでいる。学校だけでなく家でも遊べる友人をね。ジェシカを不憫に思い、お父様が気を利かせたに違いないと私も思うには思いました。しかしそれなら私たちにも相談していただきたいとは思いませんか？娘の友人には誰がふさわしいかは私たちが決めるべきです。おっかない。夏日は公演デビューが苦手そうだ。源氏の配慮と見るべきだろうな。でしょうね。源氏さんはその世界の私がおじい様の血を引くと知っていて、特別な配慮をして六軒島に呼び寄せたのでしょう。体調はもう大丈夫なのか？いろいろとショックが大きすぎただけです。もうめまいくらいしか。この世界では次期当主、しかし世界が違えば使用人、いやお前も難儀な運命だ。全くです。知ったことを後悔はしませんが、今からでも忘れられるなら。面白いじゃない。まるで童話のようにロマンティックな話よ。ロマンティック？母さんの気持ちを考えると複雑です。そうね、夏日にとってこの世界のリオンは育てると押し付けられた気に入らない赤ん坊に過ぎない。そしてそれを拒絶した世界でもある。夏日にとっては自分の腹を痛めたジェシカの方が何百倍も可愛いわ。自分の血の入らぬ赤ん坊なんて汚らわしくて生温かい汚物の皮袋と同じよ。言葉を選べ。俺でもケツをつねるぞ。ありがとう、ビル。だいたい話は見えます。だからこそ私は母さんに一層感謝しなくてはならない。この年になるまでこんなにも公平に育ててくれたことを。奇跡的な確率でだけれどね、動物というのはね、自分の血が入らない子供にはいつも残酷なのよ。ライオンとかもそうでしょ。源氏はおそらくこう考えた。この世界のリオンは正しい血統を持つ後宮家の人間だ。なんとか六軒島で生活させてやりたかった。しかしいきなり連れてきてこの子がそうですというわけにはいかなかったわけだ。でしょうね。島で生活させてなじませ、木を見て打ち明けるつもりだったのでしょうか。しかしこの世界のリオンは特別扱いを受けていたわけではない。現に
銀の指輪は存在しない。おじい様のお耳には入れなかったということでしょうか。源氏にとっての打ち明けるべきタイミングがとうとう訪れなかったということかもしれない。いつの日にか愛しきベアトリーチェの血を引きし忘れがたみが生きていることを源氏は土かし、それを伝えるのは容易なことではなかった。どうして容易じゃないんだろう。バカね、夏日が知ったら大変よ。ああそうか、リオンが突然現れたらジェシカが次期当主じゃなくなっちゃう。それは知れば知るほどに容易ならざる物語。我の生まれを祝福する者もいれば祝福せざる者もいる。源氏はそれを明かす日を静かに待つしかないのである。それは源氏の胸だけに秘められた物語。リオンも金蔵も夏日もクラウスもジェシカも誰もみんな知らない物語。かくしてこの奇妙な物語は千奇葉。我こそは我にして我らなる。なぜに運命は書くのか。我らを捨ておいて自由気まま身勝手に進むのか。しかしいつもそばにいて同じ待遇であるべきと思っている。彼らは明らかに自分たちとは違う我の扱いに日々の小さな不満を蓄積させていったのだった。サーチお疲れ。今日はどうなった。今日奥様の機嫌最悪。マジで窓枠なぞられた。ただっち掃除遅いって絞られてた。マジどうしろと。部屋狭いよね。お屋敷広すぎんのに量はケチりすぎ。ねえガラスさん、なんでヤスだけは三人部屋じゃないわけですか。知らないわよ。部屋の割り振りは源氏様が決めてんだもの。私だって納得いかないわよ。ですよね。普通22にしますよね。つうかさ、ヤスって何者なの。お嬢様と学校通うのが仕事みたいなもんだし、語学友ってやつ。さっぱりだわ。ヤスにだけ甘いよね。というか孫か何かと勘違いしてるよあれ絶対。これで同じ給料もらってるとかマジありえないわ。意味わかんない。あんたに学校あるのはわかってるけど、一応は使用人なんだからね。いつまでもお手伝い感覚じゃなくて、働
早く一人前になって私たちと同じ仕事しなさいよね。私たちいつまでもあんたにだけ甘くないからね。神様のおぼし召しだとしか言えないよね。うん、あなたを立派な人間に育てるための舌って、あなたは選ばれた特別な人だもの。特別だよ。けれど、ということはみんなと同じ年になるまで、新しく来る人たちよりずっと源氏様にも認められて、あなたは新しく福音の家から来る人たちに仕事を教えてあげるリーダーの役になるの。そしてきっとみんなに尊敬されるわ。その頃にはきっと奥様にも認められて、それがあなたの未来。そうかもしれないね。だってあなたが後宮家の使用人に選ばれたのは、本当にひょっとすると、本当にあなたは誰かが噂していたように、後宮家の血筋を引く誰かの隠し子かもしれないね。19年前、赤ん坊を抱いた使用人が転落し、君は夏日から報告を受けたね。そして崖下へ行き、まだ赤ん坊が生きていることに気づいたんじゃないの？生きているか死んでいる、そのような判断は私にはできかねました。それを判断したのは誰？決まってるわ、お医者様よ。どうなの？南條先生？よろしいのですかね、私が語っても。先生の口からお願いできるのであればお願いします。わかりました。
事故の時すぐに源氏さんから連絡が入り、秘密裏に診察するように念を押されました。秘密裏に？どうして？クアドリアンのベアトリーチェさんも、そしてその子供である赤ん坊も、戸籍のない、存在しないはずの人間でした。公になればいろいろとまずいこともあるでしょうな。赤ん坊に戸籍を与える準備は進めておりましたが、その時死なれてはどうにも困る時期だったのです。では落ちた使用人は単独事故の扱いに？夏日は黙して語らない。簡単な工作さ。でもその赤ん坊は生きてたのね。さようです。無論大怪我でしたとも、あれだけの怪我をして生きながらえたのは奇跡でした。もう少し何かの角度が違えば、あるいはもう少し源氏さんが運び込んでくるのが遅かったら、あらゆる奇跡が集まってその赤ん坊は生きながらえていたのです。私は諦めていました。まさか生きているはずがないと思ったのです。でも生きていた。生命のなんと力強きこと。うん、これは運命だわ。運命。生き延びてやがては何かをなせという運命。はい、私は六軒島で生涯を終えられた、生き延びさせたに違いないと、そう思ったのです。しかし源氏は赤ん坊が生きながらえたことを主人の金蔵には伝えなかった。不幸な事故で転落し死亡したと短く伝えた。金蔵は嘆き悲しんだが、その嘆きは悲しみよりも狂気に彩られたものだった。おお、ベアトリーチェよ、なぜに再び我が元より逃げ去るのか。今度こそ過ちを繰り返すまいと誓ったのに、なぜに。源氏は尊敬する主人のことをただ一つだけ信じていないことがあった。それはベアトリーチェの孫を果たして本当に家族として迎え入れられるのかである。源氏はクアドリアンのベアトリーチェにもずっと仕えていた。その胸中についても詳しかった。彼女が金蔵の寵愛を一身に受け、父のように敬愛していたことも。しかしそれは金蔵のそれとは異なった。金蔵は彼女をベアトリーチェの生まれ変わりと思い、亡きベアトリーチェへの万感の思いの慰み者にしようとした。その思いをクアドリアンのベアトリーチェが受け入れ、彼女は父のように思い、その思いを踏みにじられることになるのである。自分は父のように思ってたのに、向こうは妻と思ってた。ああ、それは思いのすれ違いが生んだ悲しい恋。金蔵様のお気持ちもわからぬわけではありません。金蔵様とて、彼女が生まれた時から亡きベアトリーチェ様の面影を映して慰み者にしようなどと思っていたわけではありません。私もお酒を飲みながら聞かされたこと、私は笑い話と思って聞いておりましたが、育つほどに母に生き写しになる驚きを。年を重ねるごとに抑えられなくなっていく胸の高ぶりを。悲劇を引き起こしてしまうのではないか、私はそう思いました。ベアトリーチェ様は苦しい、しかしついにご自身の気持ちと、私はベアトリーチェ様より何度も胸の内を打ち明けられ、相談を受けました。しかし私には申し上げられませんでした。それは確かに言えないね。父のように敬愛する人が
あなたを死んだ母の代用品にしようと思ってるなんて。一応金蔵さんの名誉のために申し上げる。金蔵さんも苦しんでおられた。生き写しになるその娘が娘と思えなくなると苦しんでおられた。私は父として愛しなさいと助言した。金蔵さんも理性と良心に従い抗われたと思う。金蔵は愛した。亡きベアトリーチェの忘れがたみである娘に愛情を注いだ。父として注いだ。しかしならばなぜに娘に母と同じ名を与えたのか。ああ、金蔵の罪はベアトリーチェを失った時より始まっているのだ。彼女と引き換えのように死んだベアトリーチェ、その名でそのまま彼女を呼んだ。金蔵はその瞬間から彼女をベアトリーチェの生まれ変わりだと決めていたのである。つまりリオンとは悲劇を犯した金蔵がその罪を悔い、後宮家に正しい形で迎え入れた存在ということだ。そういうことよ。他のかけらの話をするとお尻を詰められそうだけれど、リオンが迎え入れられながら金蔵が悲劇を犯すかけらなんてのもあったりして、そのかけらも探してみる。痛くありません。そんなもの、人の人生のあらゆる場所に最悪の可能性や妄想を勝手に混ぜ込んで、その運命を嘲笑うのがあなたの仕事なんですか。残念なことに、こいつはそういう悪魔だ。魔女よ、失礼ね。源氏はそういう最悪の未来を予見し、より良い未来になるよう。そうよ、かつて惚れた女の娘に手をかけてほとぼりも冷めない男よ。ベアトリーチェの気持ちを知り同情していた源氏は金蔵のことをたやすく信じることができなかったの。金蔵の忠実なしもべである源氏、源氏は公私をしっかりと使い分けられる男よ。金蔵に忠誠を尽くす一方で、彼女に対して犯した過ちは容易に許されるべきかも。源氏はリオンの存在が容易に知れることがないよう三つも年齢を詐称させている。確かにこの世界の私は1976年に小学校入学になってる。その年には自分はもう4年生になってるはずです。病弱だったことが理由にならないなら、源氏はおそらく入念に19年前の赤ん坊のことを、金蔵だけでなく夏日、そこにその年に生まれた不審な幼い使用人が入ってきたら、夏日の女の勘はピンときたはずだ。いずれにせよこの世界のお前は年を3つ。ご名答。この世界のリオンは生まれつき年を3つごまかされてる。虚弱で小柄、発育不良だったしね。案外ごまかせたみたいだわ。源氏は見届けねばと思った。金蔵が果たしてベアトリーチェの子を子として受け入れられるや否や、適齢になるまでを福音の家で過ごさせ幼き使用人として呼び寄せる。父も子も
互いに互いを知らない。源氏は思った。もしも真に親子の愛情があるならば、金蔵はこの子に亡き母と娘の面影を見るだろう。そして誰に明かされずとも親子の絆を取り戻せるに違いない、そう思った。あるいはその時はやがて自然に訪れるだろう。その時に父と子にその日がやがて訪れることを信じて、運命の日を待ちながらベアトリーチェの子を見守るのである。第二章、初めての友人。ヤス、あんたチビ棒機どうしたの？窓枠掃除用に使ってなかったっけ？しなさいよ。あんた何やってんのよ、どんくさい。ほら、急いで探しておいで。奥様に見つかる前に。急いで急いで。どうした？ヤスがチビ冒険またどこかでなくしてきたのよ。こいつ、物をなくす天才。だからヤスに物を持たすなといつも言っている。そいつはそそっかしいから、いつも物をなくす。一生懸命やってるんだから、そんなこと言っちゃいけません。ほら、急いで探してらっしゃい。待ってるから。熊沢が語りしは、漁師たちの間に語り継がれし、古かつて六軒島は悪敷島と呼ばれ、人の魂を食らう恐ろしい悪霊が住んでいたと伝える物語。ねえ熊沢、僕たちにも聞かせてよ。恐ろしい恐ろしい六軒島の悪霊の物語よ。いいですとも、いいですと。六軒島はかつては小豆島という名でした。でももっと大昔の呼び名は悪敷島でした。島に近寄る船乗りを海の底に引きずり込んで魂を食らうと噂されておりまして、そんな恐ろしい悪霊がこの島にいるんでございますよ。それは熊沢の好む新しい使用人がやってくるたびに聞かせる、普段ならばくだらないと笑い捨てられる、それ嵐の夜には不気味なうなりを聞かせる。この寂しい六軒島では
誰もが。あの海岸の社は悪霊を封じ込めるためだったのね。親方様も薄気味悪いオカルト趣味をお持ちだし。お屋敷も薄気味悪くて何かが潜んでそう。そうですとも。旅の修験者はようやく抑え込むのが精一杯。かろうじて封じ込められてはいますが、今も夜な夜な犠牲者を求めて。お親方様の書斎見た？見たわ。まるで悪魔の実験室だわ。親方様は悪魔の研究をしているって噂だよ。死んだ愛人ベアトリーチを蘇らせる研究だって言ってたわ。その魔法の実験の生贄に子供たちを呼び寄せてるんじゃないかって。キャー、怖い。親方様に一人で書斎に来いって言われたらどうしよう。なんかね、昔書斎に行ったまま帰ってこない子がいたらしいよ。きっと亡霊のベアトリーチェの新しい肉体にする実験の犠牲になったんだわ。そうですとも。ベアトリーチェ様が肉体を求め亡霊となって2階の貴賓室はベアトリーチェ様の住み。お部屋を掃除するときはくれぐれも礼を失することはあってはなりませんよ。さもないと。思春期の想像力たくましき少年少女たちにとって怪談は恐ろしいながらも魅力。一つの物語を共有し共感することで連帯感が生まれる。すると共感は義務となり、それを受け入れることが共同体に加わる。ずっと昔からそれは繰り返され受け継がれてきた。ええ、私も六軒島でお勤めをするようになって熊沢さんや先輩方に聞かされました。僕も聞かされたよ。主に姉さんにね。私も聞かされましたとも。主に熊沢さんでした。臆病そうなシャノンはともかく、男の子のカノンや大の大人のゴーダまで怪談を信じたの？僕は別に信じてたわけでは。怪談やジンクスなどはどこの職場にもあるものです。私がかつて勤めておりましたホテルにもいくつもそういう話がありましたとも。つまりバカバカしい話だと思って気にしなかった。空気を読むってとこはあったかもしれないですね。怪談もジンクスもその職場のローカルルールです。それに新参者が背けば打ち解けることはできませんからね。そういうこと。魔女なんているものか、バカバカしい。なんて言うと姉さんと喧嘩になるからね。上辺だけでも合わせた方が楽だったし。もうそんな気持ちじゃバチが当たるよ。大怪我をした人もいたらしいんだから。そんな感じでどこの職場でもそういう。職場の階段と会社創業者のとんでも武勇伝はどんなに突拍子がなくても受け入れて信じる。それが新しい職場に溶け込むということですとも。ふーん、みんな大人だね。
愚か、決まっておろうが、そなたがそうして困ってうろたえている姿が面白いから以外に、どかけることができるという。これが姿なきわらわを知覚するだけでなく、わらわのささやかな遊びまでも理解すると思ったよ。やす。面白いやつだ。吹けば飛ぶような儚い存在であったわらわを捕らえて離さぬとはな。気に入ったぞ、ヤス。人間の分際で我が姿を
捕らえた。そなたは他の人間たちとは少し違うように思っていた。どうやらそれはわらわの間違いだったようだ。そなたは少しどころか他の人間たちとはまるで違うらしい。わらわの貧弱なる魔力を尽くし人間どもの隙に介入するが、ほんのちょっとした勘違いと決めつけ、わらわの存在をケーキのろうそくでも吹き消すかのように簡単に消し去ってしまう。救うだ。わらわにとってそなたとの出会いなど新しい暇つぶし以上でも以下でもないわ。おやおや、これはすまぬ。夢中で遊んでいると暗くなるのに気づかぬものだ。ちびぼうきとやらか？あるぞ、その隣の窓辺に。我が姿が神出鬼没であるように指を一つ鳴らすだけでこのように自由自在よ。息を超えるのでな。そなたを、わらわは気に入ったぞ。わらわを捕らえたとな。それは同じであろう。わらわがそなたを捕らえたのと同じことであるぞ。その通り、そなたがわらわを認めたおかげでわらわはそなたとの縁を得た。日々に退屈していたわらわにとってそなたごとき幼子であっても相手が生まれるのは良いことだ。いや、話し相手ではない。遊びならばいたずらはつきものであろう。まあよい、今日はこれで十分楽しんだ。日が陰り、月が満ちてきた。わらわもそなたの前にいつまでも姿を現すのは疲れる。今日はこれにて宝器一本でそなたとたっぷり遊べた。いやだ、これはそなたとの出会いの記念に文句はないな。わらわは人間の言うことなど聞きはせぬ。しかし友人の言うことには耳を傾けぬではない。愚かなる人間め。それが魅力的な取引とでも思ったか。わらわに取引を持ちかけたくば神秘の魔法陣の一つも描いてみせよと言いたいところだが、そなたを我が友人として迎えてよいものか。何しろ魔女は天の邪鬼。答えを求められたら即答を拒むのが魔女というものよ。うん、この宝器しばらく預からせてもらい、
それを迷う悦を楽しませてもらおうぞ。それではさらばだ。そなたとの遊戯、退屈はしなかったぞ。ぜひまた遊ぼうぞ。猫はネズミをいたぶるとき、友情を育んでからいたぶるというのか。この島に来て初めてできた友人はどうやら人間ではないようだった。しかし思い返せばそれは当然、魔女の島でできる友人がどうして魔女でなかろうか。これが我とベアトリーチェの初めての出会いである。しかしながら勘のいい諸賢はお気づきのように、これは我がベアトリーチェと呼ぶその魔女は後に他の名で呼ばれることだ。しかし人ならざる者であることに違いはない。そして人ならざる者に縁を持つこと、人ならざる世界への縁を持つことと我は今だ。これより六軒島で数奇なる運命をたどることになると知る由もなかった。ほんと